ついに10月になりましたね。10月といったら、中だるみっていうね。まあ10月は本当中だるみしやすい時期なので、まあ、今回それを注意しろよっていう話がまあメインにはなるんですが、まあ、そこをまあ打破できるような新しい勉強法をね、ちょっと紹介していきますんで、よかったら最後まで見てみてください。改めまして、どうも、ハイチーです。まあ世間は増税です。世間はってか自分も増税されてますけど、まあ増税言われてる中で、まあ10月のポイントに話していこうと思います。で、まあメインは受験生向けにはなるんですが、まあ冒頭にも話したように、とにかく10月は中だるみをしやすいです。で、これはですね、まあ受験本番、センター試験も1月にあるし、で、中学や高校受験の方も、まあ、私立がね、大体まあ1月に大体あると思うんですよ。まあ、1月からまあ受験本番になってくるので、まあ、10、11、12っていう、あと準備できる期間が3ヶ月あるんですよね。この3ヶ月っていうのがポイントで、安心感を生むんですよ、これ。で、安心感を生むというか、9月、夏休み終わって9月入りましたよね。で、まあ、夏休み終わってリズムが変わって、まあ、疲れるわけですよ。疲れてる中でも緊張感があるから頑張ってこれたんですけど、それがまあだんだん慣れてきた時に、10月いろいろ考え出すんです。人は時間とか余裕がある程度、だから時間に余裕ができるといろいろ考え出すわけですよ。そうすると、自分の勉強法これでいいのかなって悩んでしまったりとか、あとは、いや、なんとかなるんじゃない、こんなに頑張んなくてもいいんじゃないかなって思ったりとか、まあどちらかというと受験の向かい風です。追い風にならない自分の中の思考がいろいろ出てきてしまいます。で、そこが中だるみの原因になる。いろいろごちゃごちゃ考えると、人ってね、勉強だけじゃなくてごちゃごちゃ考えると、やっぱりやる気ってそがれていくんだよね、どんどん疲れちゃって。で、それをまあ打破するためには、もちろん今までやってきた勉強法を信じてやり続けるのが一番いいです。一番いいんですけど、まあ、人ってね、そのまあ飽きやすい生き物で、ちょっと味が変わったりとかすると食べれるようになったりするわけですよ。同じ食品ね、同じ食べ物でもちょっと味付け変わるとさ、まあ、今日もいけるかもみたいなね。そう、あるわけで、で、勉強法も少し変える。まあ、大きく変えちゃうとさ、リズムほんと崩れちゃうので、一つ今回ね、自分の生徒に昔ね、やらせてた方法を一個紹介したいみたいと思います。いや、ここまでね、ノー編集で今回全部駆け抜けようかと思ったんですけど、やっぱカミカミですね。だいぶ噛んだんで多分切ったと思うんですが。で、今回ね、紹介したいのが3日間勉強法ってやつです。で、これはですね、普段は、例えば今日、その日やる勉強内容は、その日ちゃんと決めたことをきっちりやりきるっていう。で、今日やったこと、明日やること、3日後にやることっていうのを、それを、まあ、1週間目標とか立ててね、1週間後にこうなってたいから、今日はこれをやるべきだよね、みたいな逆算で決めていくわけですよ。で、そのスタンスは変わらないんですけど、今日これをやりきろうっていうのではなくって、今から3日間、つまり今日、明日、明後日の3日間で、その自分で決めたことを完璧にしようっていうスタンスでちょっと切り替えてみてください。で、これは強制じゃないです。いい？最初に、まあ、途中でも話しましたけど、変える必要はないの。興味があったら変えてみてって話。今までとあんまり大きくは変わらないんですけど、その日、この日絶対これ完璧にすっからっていうやり方ではなくって、3日間で私は、僕はこれを完璧にしていくんだっていう、その1日スパンではなくて3日間ワンセットで計画を立ててほしいの。これをやる意図としては、一番大きなところはね、反復練習のタイミングをつかめるっていうところにあります。例えば、今日何かを暗記しました、何かの解き方を覚えましたって言った時に、もちろんそれをどっかで復習をしますよね。で、その復習のタイミングがつかめてる方はいいんですけど、やっぱりうまくいかない方も多いです。一回覚えたことが忘れてしまうとか、一週間後にチェックしたら忘れてて、ああ、またやんなきゃな、みたいな、がっかりみたいなことがなったりするわけですよ。で、それをならないように、じゃあ、3日間できっちり覚えるためには、3日間あるからね、3日間でどのタイミングで復習していくといいのかなっていう、その長期スパン、まあ長期もないか、中期スパンで考えることができます。で、勉強っていうのはもちろんその日その日に頑張ることが大事なんですけど、最終目標、まあ目標とか本当は通過点だけど、志望校合格したいわけよ。だからそこにたどり着くために、まあね、あと3ヶ月後、4ヶ月後、5ヶ月後ね、そこで合格をするために、力を発揮するために今頑張るわけじゃんか、一応ね。だからそれを本当は5ヶ月スパンで考えたいんだけど、5ヶ月後にこうなってるためには今日これが必要ですって難しいわけよ。だから逆算してて、どんどんちっちゃくちっちゃく細かくしてって、今日やるべきことを決めていくわけなんだけど、それを今まで今日って頑張ってた人はちょっと長くする。3日間で何をやりきるのか、何を頑張るのか、何を覚えるのかっていうのを、もしね、もし興味ある方はちょっと試してもらえると、まあ10月のちょっとアクセントになって中だるみを少し回避するきっかけになるかと思いますので、よかったら試してみてください。